こんにちは、オートウエストエンドです。さて、ご覧のようにエンジン警告灯がついてしまいました。もう空元気で喋っております。はい、ということで、だいたい2ヶ月ぶりぐらいでしょうか。前回エンジン警告灯がついてしまって、そしてなんとかバッテリーを充電したりですとか、あとはスロットルバルブですね、それのリセットを行ってなんとか復帰できて、特に問題なく運転できていたんですが、今日ですね、結構外が寒くて、もうここバンクーバーは5度いかないぐらいだったと思います。それで家を出て1キロも走っていないぐらいで、ポーンとあの怖い音が鳴りまして、そして先ほどのエンジン警告灯と、そしてクルーズコントロールのマルファンクションとエラーが出たということで、もう何でしょう、そのスロットルといいますか、そのエンジンの回転数といいますかが安定しなくて、もうボン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 回ったり遅くなったり速くなったり遅くなったりというのを繰り返して、結構ねブレーキもなんかかかりにくい感じで、もう家にそのまま戻りました。そして今この映っているカーリーのね、ありましたが、それでチェックをして一旦エラーコード消去できたんですが、またちょっとね様子を見ていたらついてしまいまして、はい、ちょっとこれスクリーンをレコードしながらやっているので音が入っていなくて申し訳ないんですが、後ほど音が入った動画もあります。そして一応これ何回もカーリーで OBD2 ツールを使ってエラーコードを検出して、そしてそれをクリアにして、でまた検出してというのを合計 3,4 回ぐらいでしょうか繰り返しました。そうしましたら前回と同じようなエラーコードに加えて、ちょっとトランスミッションあたりも出てきてしまったので、ちょっとねもう心臓に悪いもうね本当にダメージ大きいですよね。いやー、はい、ということでこのような感じで 4WD の警告に関しては、基本ハンドルをねこう左右に最大まで振り切ると消えてくれるという、まあ、対処法があるんですが、それで一旦消えてはくれました。ですがしばらくすると一旦ねこれでエンジンを止めて、もう一回ね回して確かめてというふうにやっているんですが、これで一旦落ち着いて500回転ぐらいにエンジンの回転数も収まり、ですがやっぱりねこんな感じで出てしまうんですよね。でもうこの後ハンドルをねまた同じように回しましたが、特に変化がなく、でもう自分でエンジンをのスタートボタンオフボタンを押していないのにもかかわらずエンジンがもう止まってしまったということでもうねこんな感じで、いや音入りましたね、はい、もう1000回転ちょっと超えるぐらいでもうずっと、まあ、ここで安定している状態でした。でこのナビのところの警告メッセージを見てみます。そうしますとクルーズコントロールのマルファンクションエラー、そしてエンジンマルファンクション、エンジンのエラーですね。なので出力を下げてしか動作できないようになっているということです。はい、そしてこんな感じで、はい、もうボン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 、もうスロットルバルブのセンサーがおかしいんでしょうかね、
以前このトランスミッションあたりからキーンと噛んだか音が聞こえていましたが、その症状はありませんでした。でも焦ってね、ここら辺を見ているのでこのラッチを外すの忘れてまして、はい、もうね、こう仕事前なんですよ。でも遅れると思いながら、はい、もうねもう心臓バクバク、どうしてしまったんだとね、いうことで、はい、カーリーを使っても対処できませんでしたので、前回このエンジン警告灯から脱出しました、充電をするということ、そしてスロットルバルブのリセットですね、それをやってみようと思い、今倉庫に焦ってこの充電器を取りに行っております。バッテリーの充電器ですね。マンションの工事をしてくれている方に平静を装って挨拶をして、内心はもう焦りまくり。そしてこちらがバッテリーの充電器、そして脱菜の箱に入っているのが延長コードということで、このような感じで以前このバッテリーの充電の仕方動画出しましたが、それと同じ方法でとりあえず充電をしていこうと。でももうこの充電だいたい5時間ぐらいいつもかかっています。で今見ているとやっぱり電圧低いですね。 12.6V、 14.6V ぐらいまで充電できたはずなので、そこまで行くのに5時間ぐらいかかります。もう完全に遅刻ということなので、もうこのまま一応その充電をしたままということで、もう電車とバスで職場に向かいました。ちょうどこの外が寒い時期に、まあ車も壊れやすくなるあるあるだと思いますが、ちなみにこの電圧器からも結構高い逆に電圧が表示されていたので、オルタネーターもおかしいのかなとも思いながら、いろいろ対処していきたいと思います。まだ全然解決に至ってはおりませんが、まあ近況のような感じの動画になりました。なんとか自力で直していきたいと思います。こんなのには負けませんと言いながら、次の動画で車屋さんに車あったら申し訳ないですけども、できるところまでやっていきたいと思います。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。